さて今日は明日明後日と放送大学の面接授業、音楽と身体の講座を受けるために、羽田空港に着いたところです、明日の講座楽しみです。今着いたばかり、ですがこれから、移動します。今日は昨日から東京に来ていますが、今日明日は、東京の放送大学の東京の学習センターで、面接授業に来ています。今回の受講は、音楽と身体という講義内容で、今個人的に持っている身体の問題にも絡めて、非常に楽しみながら講義を聞いています。